はい、皆さんこんにちは、ワンダリネルウシです。信長の野望早々戦国立志伝、真田幸村信繁でのプレイ続きをやっていきましょう。前回までにですね、岸和田城の城主を務めていたんですが、岸和田城を徳川東堂の大軍に攻められて前線むなしく落城の決めにあったというところをお届けしました。前回ねご覧いただいた方は、見ていただいている中で、なんで毛利勝長が助けに来てくれないんだっていうので、僕と一緒に、同じ思いをしてくれたんじゃないかなと思うんですけども、とはいえもう落ちてしまった城のことを考えてもしょうがないので、今はですね高谷城、東堂高虎隊というか東堂家の高谷城ですね、こちらの攻略を準備をしつつ、自分の内政ですね、土地の内政をひたすら頑張っているというのがですね今の状況になっています。ですので今回も同じようなね、形でお届けになってしまうんじゃないかなと思うんですが、まずはですねしっかりと領地の内政をしてですね、敵が攻めてきた時に一定の兵力を出せるようにやっていきましょう。さあではこの後は高谷城の攻略戦ですねお届けしていきます。でちなみにタイでも、NHK は、視聴すホテルでですね視聴することができて、ちょうど秀吉、小日向さん演じる秀吉が出陣するぞ、通信するぞ、死ぬというところですね、見ました。まあ家康と三成が、まあ、争いを始める雰囲気が、ね、出てましたけど、まあ、それを見ていたのがちょうど先月ですね、タイで見てた。でまあ本当に毎週楽しみにしている真田丸がね見れたので良かったかなと思います、ね、さあではあここは毛利勝長隊と一緒に東堂隊の攻撃に当たっていきましょう。私がやかかる。今度高虎こっちだよね。私に続け。私が稼いでいる間に毛利勝長隊が敵を打ち破ってきてくれるのを待つというのが僕の戦略にはなります。貴様らに勝ち目はないぞ。私に続け。我らの意地見せるは今ぞ。これで決めます。これで毛利勝長隊が来てくれるはずだ。合流したい。私に続け。我らには勝てぬぞ。私がやる。これで挟み撃ちができたはずだ。我が敵を打ち滅ぼせ。まだだいぶ兵力減らされたな。1000まで減らされてますね。もうちょっと火薬は落とせないかな。ご命令を。先月の収支です。敵の兵力が200、1800。勝長がもう1000ないですもんね。700しかないんでちょっと無理かな。また一から準備って言ってもね。先月の収支です。報告いたします。なかなか大変なんですよね。その間にまたね敵は敵でどんどん兵力を増長させていくので、それにね追いつけるようにちょっと頑張っていきましょうか。じゃあ連兵場も用意はしてあるので、連度も上がって最大連度も狩場をさっき作ってあるので
さっきというかね、前回ですね、作ってあるので、まあ、それなりに戦える部隊が作れるんじゃないかなと思うんですけど。表情を始めます。先月の終始です。全国マップの上では大阪城が兵力がちょっとやっぱり少ないですね。いくら頑強な大阪城といえども、先月の終始です。兵力がないと守りきれませんからね。ここはいませんか。ちょっと統治場を作って兵力の回復速度を早めるようなこともしていかないと、限られた兵力なのでちょっとね、有効活用できるように考えていきましょうか。そのあたりは御命令を先月の終始です。報告いたします。早速ね、統治場を作っていきましょう。2つぐらいも作っちゃいましょう。本当にピンチですからね。で、残りだよね。どうしようかな。やっぱり田畑が足りないとはいえ、製材場を1個ぶっ壊して水田に変えましょう。もうこの先そんなに製材所、まあ要は木材が必要になるシチュエーションっていうのも考えにくいので、そしたらこの後お得意の公家屋敷でいきますか。石高と兵力を両方とも増やす作戦でいきます。表情を始めます。先月の終始です。角には商人町を建てていきます。これでもうほぼほぼ全部の土地開発は済んだんじゃないかな。あとはもう戦争準備ですね。本当にご命令を先月の終始です。しまった、作りたかったのは公家屋敷だ。ん、ああいいんだね。で、公家屋敷の周りに公家町を乱立させていくっていうね、これですね、お決まりパターン。本当にでもこれで領地の開発は全て終わりそうなので、兵力も4000、5000ぐらいまでにはなってくれるかな。この感じでいくと。ご命令を先月の終始です。お、今でも見た感じだとまだまだいけそうでしたね。何がいけそうだったかっていうと、あの寝室がもう一回使えそうでした。なのでちょっと寝室をもう1本入れていきましょうか。庭家が徳川に滅ぼされたか。まあ出陣はするけど、岸和田城戦えるとは思えないな。
4100をもってじゃあ出陣していきましょう。柴田城の攻撃進め。柴田城をいち早く落とすためにはどのルートがいいかってことですね。毛利勝長と同じルートで進むのがいいと思うのでちょっと様子を見ましょう。この年に続け。勝長は向こうを回るんだな。この年に続け。どれくらいの兵力かっていうのはまだ見れない。赤殿よ、我が敵を打ち滅ぼせ。誰に続け。ああでもあれか、ね、どうだったんだろう。佐竹が2000ぐらいの兵でしたよね。で今合計兵力が4000になってるんで援軍も2000ぐらいになったのかな。六門本の旗、冥府で語り草にせよ。さあこれで第一の城門を突破できそうですね。突破していきましょう。城門を破壊しました。私が六門戦の旗、冥府で語り草にせよ。この年に続け。まだ突破しなきゃいけない城門が2つ残ってますね。かかれ、かかれ。城門を破壊しました。六門戦の旗、冥府で語り草にせよ。これが戦の作法よ。くそ、勝長め。誰に続け。こっちが疲弊するぞ。一撃、全てを込める。早く突破しないと。まずい、削られてる。まだ突破できないか。城門を破壊しました。城門を破壊しました。文句を言う。天下に示す。攻撃兵力の差がなくなっちゃったな。ここはちょっと勝つながら頑張ってもらおう。これで決める。ここが勝負どころよ。私がよ。敵を打ち滅ぼせ。私がよ。なんとか突破しろ。城門を破壊しました。我らの戦、とくとご覧あれ。これで決める。六門戦の旗、冥府で語り草にせよ。私に続け。いざ通常に勝負。我が道を開けよ。退却せよ。数で言うとピンチだけど、私がよ。なんとか勝てれば。どうだ、どっちが先だ。2しかいないですけど残りましたね。私に続け。2で2人でちょっと待ってくれ。2人でここを落としてるの今すごいな。2人でこの館を落としましたね。まあ勝ちは勝ちということで。いや上司にはちょっとまだ慣れないですねこの状況は。表情を始めます。先月の終始です。まあ岸和田城奪還作戦はなんとか成功しましたね。最後2人、雪村ともう1人誰か。
二人で館を攻略しましたけど。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。表情を始めます。今先月の終始です。出ているのが池田光政3500か。毛利勝長では支えられないだろうな。援軍出させてくれればなんとか持ちこたえられるように頑張るんですけどね。これででも本当に最後の領地進出になるんじゃないかな。いざ戦へ行きます。ダメだよ、岸和田城は落ちるな。浅野の隊も来てるし、でここはというと東道家と、これは丹羽家じゃないな、何家だ、本田ですね。本田が戦ってるわけだな。ここは一進一退だな。本当に今この状況をねうまく利用することができればなんとかね生き残る道もあったんでしょうけど、岸和田城が落とされてしまった。また一からやり直しだな。表情を始めます。先月の終始です。続け続く。出るとするか。続くのじゃ。ご命令を。先月の終始です。出陣したいな。今雪村出せれば岸和田城守れるんですけどね。これがやっぱりその武将プレーのね歯がゆさっていうのかな。来たるべきその時のために今は耐えましょう。ここは全部水源にしようか。ちょっと間違ってここ商人町作っちゃったな。キャンセルはできないので、このまま一回作っちゃいましょう。じゃあうん、秀忠に使える気はないな。我が方の城岸和田城が落とされましたというところですね。今城が落ちたというのは。ご命令を。先月の終始です。よし、これで完璧に完了だ。となれば奨励系をあとはずら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 やっていきましょう。の終始です。どうするかっていうところですよね。もうあと
で城攻めができるな。ご命令を。先月の終始です。城攻めするにあたって今雪村の兵力が3000か。ちょっと心もとなさすぎるな。もうちょっと5000ぐらいになるまで待ちましょう。兵力が表情を始めます。先月の終始です。もうすぐ兵力が4000ぐらいまで増えてきますね。表情を始めます。先月の終始です。そしたら一応全国マップの方で、情勢を見てよ、見極めておきましょう。ここでも戦が起きてるね。あ、徳川が出てきてるな。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。それ以上に意外とピンチだからな今の豊臣家。まあ徳川はやっぱり圧倒的だよね。こうやって見ると東道家も結構でっかくなってきてますね。こうやって見ていくと。ご命令を。先月の終始です。今東道と戦うのは得策じゃないな。どう見ても表情を始めます。先月の終始です。いえ、柴田城を奪還しないと何も始まらないか。表情を始めます。先月の終始です。高田城よりも柴田城の方がいいと思うんだけど、進言することすらできないので、まあここは耐えましょう。5400を引いて出陣していきます。ここは思い切って先に合流しよう。に続け、会えるぞ。かかれ。敵を打ち滅ぼせ。引くぞ。3500までいったか。3500。決して多くはない。これだったらあるいはチャンスがあるかもしれないな。また前回と同じ
勝永の後ろについていきましょう。この年に続く。で最初の条件はもう突破してあるので入り込めます。そうするとあと城門は2つですね。これは思いのほかあっさり落とせそうだな。城門を破壊しました。この年に続く。敵城門突破しました。さあ最後の城門にもうすぐたどり着きますね。この高屋城を守りきれないんですよね。今度は城門を破壊しました。この年がよ。さっき何と言っても岸和道城を2人で落としましたからね。ユキメラはよし。今は城主になりたくないよ。今は城主になりたくない。何もできないまま終わるからな。で次は滝田城の攻略か。滝田城っていうのはここだな。出陣する。渡辺官兵隊か。この渡辺官兵隊を退けられればもしかしたらしばらく城を領有できるのかもしれないということで出陣して敵を打ち払いましょう。よし、包囲されましたね。我が敵を打ち滅ぼせ。引くぞ。出陣するぞ。我が軍略お見せしよう。いい直高対3000、長い直勝対5600。これを退けるのは大変だな。城の耐久は1。これをもう一度派遣してくれ。表情を始めます。先月の終始です。もう一度派遣さえしてくれればダメか。また表情を始めます。先月の終始です。この繰り返しだ。城を取ったら取られるの繰り返し。なんとか考えていかないと。表情を始めます。先月の終始です。報告いたします。何をすればいいのかっていうのが全然見えてこないですね。川はさらに大きくなってる。このまま行くと本当に大阪城はひねり潰されるな。出陣する。
ご命令を。先月の収支です。報告いたします。ご命令を。先月の収支です。白を取ったらどうしようかな。もう自らが城主になった方がいいんだろうか。準備はできたぞ。表情を始めます。先月の終始です。滝田城をダッシュできるかもしれない。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。出陣します。いいな。おかつ4点。私がうまくすれば2つの城を一気に手に入れられるかもしれない。2つの城を一気に手に入れたらだいぶ流れが変わるはずだ。なおかつの4000、攻撃力は25しかない。我が重工、捕らえた者は決して逃さぬ。続きなさい。この攻め、生きれない。これで決まりだ。どうした、かかってきた。これで決めます。我が重工、捕らえた者は決して逃さぬ。私がやろう。引け。よし、高い城をうまくはダッシュした。出るぞ。必ずや勝つ。出陣します。ここでも勝利できれば敵の数が増えなかった。いきます。ちょっと横断して敵の側面に回りましょう。私がよ。我に続け。語り草にせよ。私に戦の仕方を教えてやる。では拙者でにつけるとしよう。これで決まりだ。私がよ。私がよ。結構いい動きするな。私に続ける。なんだ、まさたけだかかってきた。ここが引き際のようだ。ご命令を。先月の終始です。よし、ここで勝てれば変わるはずだ。3500、敵の数は1000。これなら落とせるぞ。
裏切り者の片桐家をここで撃つ。私に続けた。これが戦の作法よ。私に続けた。しました。行きます。これで決めます。若さないよ。我が敵を打ち滅ぼせ。敵城門突破しました。皆の命を私に預けてください。よし、これで一気に2つの城を奪取することができたんじゃないかな。これが戦の作法よ。この3つの城を守っていくことができれば、もう少しね、生き残りの道も開けてくるんじゃないかなというところですよね。はい、というわけで今回は高谷城とあと滝田城ですね、2つの城守備よく2つ同時に落とすことができたというところで、次回以降この城を守りつつさらに豊臣家を盛り立てていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。